パー、パー、9、12とかですね。大叩きホールがラウンド18ホールすると3ホール、4ホール出てしまう。90台になってしまうっていう方は結構いらっしゃると思います。結論から言うと、70代のプレイヤーと90代のプレイヤーのスイングの違いっていうのは全てインパクトにあります。インパクトの違いを自分の中でまずはできなくても認識することによってぐぐっと70代プレイヤーに近づいていくと思いますので、この動画を見ていただく。70代のプレイヤーってね、あ、ここが違うんだなっていうことを掴んでいただければと思いますので、こちらの動画の方をご覧いただければと思います。さあ、それではやってまいりましょう。マイケルゴルフ TV。70代のプレイヤーと90代のプレイヤーのスイングの違いについて話をしていきたいと思うんですけれども、これね、90代のプレイヤーと70代のプレイヤーって、まず何が違うかっていうと、ミスの大きさが当然ながら違うわけですよね。70代のプレイヤーでも、やっぱり OB を打つことはあるんですけれども、例えば、10とか、9とか、8とか、9とか、10とか、12とか、こういう数字って基本的にはもう当然ながら打たないわけなんですよ。一方ですね、90代のプレイヤーっていうのは100を切れてきました。最初はですね、スライスで始まるじゃないですか、大体がですね。だからスライス OB をいっぱい打ちまくって120打ってましたっていう方がですね、だんだんそれがフェースをね、閉じることができるようになってきて、100が切れるようになってくるとは思うんですけれども、ただですね、パー、パー、9とかね、12とかですね、大叩きホールが、要はラウンド18ホールすると3ホール、4ホール、出てしまう。これがあるから90代になってしまうっていう方は結構いらっしゃると思います。皆さん、90代で回られてる方、それから100が切れそうな方って大体そうじゃないですかね。パー、パー、ボギーとかでいい感じで来てるのに、いきなりここで12とかって、って待って、こんな感じでですね、なんかね、いやーなんか集中力が切れたとかね、あるじゃないですか。まあもうちょっとで100が切れたのにとかね、そういうのあるとは思う、100が90が切れたのにとかってあると思うんですけれども、やっぱりそういう大叩きホールがやっぱり18ホール中何ホールか出てしまうので、なんか平均すると90ぐらいになってしまうと。それがなければ、80代。あるいは70代に入っていけるんだろうなっていつも思われてる方いらっしゃると思うんですけれども、それっていうのは全てインパクトにあるというふうに思っていいと思います。結論から言うと、70代のプレイヤーと90代のプレイヤーのスイングの違いっていうのは全てインパクトにありますので、インパクトの違いを自分の中でまずはできなくてもですね、認識することによってぐぐっと70代プレイヤーにですね近づいていくと思いますので、この動画を見ていただくとですね、70代のプレイヤーってね、あ、ここが違うんだなっていうことを掴んでいただければと思いますので、こちらの動画の方をご覧いただければと思います。それではですね、始めていきたいと思います。70代の方と90代の方、何が違うのかというと、もう一言で言うと、もうインパクトですね。インパクトが違います。このインパクトっていうのはですね、じゃあここだけ起きればいいのかっていう話なんですけれども、これね、実際ですね、アマチュアゴルファーの例えば上手な方、シングルも本当にさっき言ったと5下って言ってね、5以下の方とかね、本当にトップアマチュアの方のスイングって、形はですね、すごくプロゴルファーみたいに綺麗ではないんだけれども、皆さん大体同じようなインパクトというか、をしてるわけなんですよ。絶対にこう、煽り打ちであったりとか、そういうのが起きないように対策を打ってスイングをしてたりするんですけれども、これインパクトっていうのは、インパクトって言っても、ね、このいわゆるビジネスゾーンとか言ったりしますよね。この腰から腰までの動きっていうのがとても大事だよと。このアマチュアのゴルファーもプロゴルファーもここ大事だよ。もっと言うとインパクトなんですよ。で、ボールの当たり方。弾道であったりとか距離っていうのは決まってきますからね。ですからこのインパクトっていうのは大事になってくるんですけれども、これがやっぱり70代の方と90代の方ちょっと違うということなんですよ。早速この話をねしていきたいと思うんですけれども、70代のプレイヤー、70代で回ってるプレイヤーの方はですね、インパクトの時の右肘がですね、自分の体の方を向いてます。はい、こうですね。この状態でインパクトするんですけれども、インパクトの時の右肘の向きが自分の体の方を向いています。一方ですね、90代で回ってるプレイヤー、インパクトの時の肘の向きがですね、ターゲット方向と逆の方向、プレイヤー目線から見ると右方向肘が向いていますね。この状態です。この状態です。はい、このインパクトの違いがあります。単純に右肘がインパクトの時に右肘が自分を向いているか、そうではないか、右を向いているか、この肘の向きで決まりますね。これだけなんですよ。これだけなんです。
インパクトの時のこの右肘の向きだけでかなりこのググッとですね70代のゴルフに近づいていくんですけれども、なんでこれができないかっていうと、右肘がですねこの自分の方向を向いてしまうと、自分の方を向いてしまうとですね、このフェースの向き見てください、開いてますよね、開きやすいわけですよ。ですのでこれをやろうとするとですね、まあレッスンでもですねこれはもう当然のことながらやるわけなんですけれども、中にはですね、いやこれフェース開いてますやんと、自分はどちらかというと右手を器用に使うタイプなんで右手こう使っちゃいますみたいなね方、そんなこと言う方はいらっしゃらないんですけれども、でもやっぱりですね気持ち悪いんだと思うんですよね。やっぱこうやって右肘をですねこう、まあこれは分かったと、まあこうで分かって、インパクトの時に右肘が自分を向いてる分かったんだけれども、フェースが開いてしまうっていうのはやっぱり感覚的に分かると思うので、すごくここの部分っていうのは難しいことなんですけれども、フェースを閉じる動きっていうのは基本的にはシャフトをですねこうやってですね、まあ手の位置変えないでですね、こうやってこっち側にねじる動き、右手首が背屈する動きですね。こうするとフェースって閉じますよね。こうやって腕をローテーションしてフェースっての閉じるもんじゃないわけなんですよ。なので右肘がですねこの正面を向いていても、しっかり右手首がですねこの背屈、手首の甲側の方向に折れていれば、フェースの面っていうのは見てください、目標がまっすぐ、ね、スクエアにインパクトできてますよね。このような状態でインパクトするのが理想形なんですよね。これをですねこの背屈ができないと、この右手で言うとですね、右の肘、このフェースの向き、確かにですね、この手首何もしなければですね、肘が自分の方向いてれば、フェースの面って開きますけれども、これを閉じようとして、右の肘が目標と反対方向を向いてしまうということになるわけです。フェースの面はスクエアなんですけど、これ何がいけないかっていうと、圧倒的にですね、この状態だと右肘がこういう状態で動いてきますから、フェースの開閉っていうのが当然大きくなってしまいますよね。ですので、こうやって動くのと、例えばこうやって動くの、どっちがまっすぐ行く確率が高いかっていうと、これも完全に後者の方になりますよね。後者の方になるし、当然この右肘っていうのがこのに入ってくることによって、ハンドファーストで当たってくれるんですけれども、右肘がもう外を向いた瞬間にですね、クラブのリリースがもう起きてしまいますので、ここはフリップ打ち、いわゆるすくい打ちみたいな形になるわけなんですよね。ですから、ハンドファーストで打てませんっていう方がですね、右肘の向きをですね、意識しないで、ハンドファーストだけ、例えばこういうふうにですね、ハンドファーストにしようとしてるとすればですね、基本的にはね、治りません。まあ、いろんな YouTube 動画あります。僕の動画でもハンドファースト取り上げてますが、ハンドファーストで打ちたいけど、ハンドファーストで出てないという方はですね、ほとんどがこの右肘の向きを直さずして、ハンドファーストにしようとしている方が多く見られます。ですので、右肘っていうのは、正面向いた状態。で、これ正しくできているかどうかっていうのは、このインパクトの形を作ってですね、この時に肘をこう曲げてみる。曲げて、自分の方向に、右手が自分の顔の方に来てくれていれば、肘の向きは正しいです。これが、こうですね、自分がインパクトのフェースのように作ってですね、この離した時に肘が向いた時に横に来てしまう。こっち側に来てしまう方は、基本的に肘の向きがまだ違ってるなっていうことになりますよね。ですので、ここから、右肘っていうのは手の肘は自分の、まあ、おへその方というかお腹の方ですね、肘は向いてくるようなインパクト、なおかつインパクトっていうのはいわゆるこの右手の背屈の状態があるから、フェースの面っていうのはしっかりスクエアな状態で入ってくるよ、絶対的に右肘っていうのがこのような状態ですね、カメラの方向かないように注意していただければと思います。まあ、スコアでちょっとスイングのタイプを比べるのっていうのはちょっと、正確には間違いですよね。でも、90代の方でもやっぱりこの右肘の動きができてる方っていますから。でも逆に言うと、70代、平均70代で回ってる方が、こういうインパクトしてるってことはほとんどいないと思います。今この動画を見ていただいて、まあ、大体この右肘の動き方って分かったと思うんですけれども、90代のね、回る方って、もう100を切ってきて、やっぱりこう、いろいろこう、スイングをね、練習していって、まあ、どういう閉じ方でも、フェースの、大体がね、スライスで始まるわけじゃないですか。スライスで始まるのを、しっかりフェースを閉じてくるっていう動きを覚えて、今、100切りまで来てると思うんですよね。100切りまで来てる、あるいは100近辺まで来てると思うんですけれども、やっぱりですね、70代の方っていうのは基本的には大きいミスっていうのが減ってきますよね。当然 OB 打ったりするんですけれども、
大きいミス終わった時、例えば10とか12とかっていうのは基本的にやらないわけですよ。なんですけれども、やっぱり100切りから90ぐらいまでの方っていうのは上手くなってきてるんですけれども、ラウンドするとですね、何ホールか大叩きホールがある。パーパーってせっかく来たのに、次10とかトリとかパーパーダボとかですね、大叩きホールっていうのがボギーで収まらないミスっていうのが出てしまう。それっていうのがやっぱりですね、こういうフェースの開閉が大きい、フェースの開閉が大きかったり、いわゆるハンドファーストで打てなかったりするんで、やっぱどうしてもですね、一生懸命スコアを作ろうとしても、何ホールか、18ホール中の3ホールとか4ホール、大叩きホールを作ってしまうと。まあ、これをなくせばですね、まあ、まずは80代ではね、平均で回れるようになるわけですよ。そうするともう、ベストスコア70代が出てるということになりますから、すごく70代のゴルフが見えてくると思うんですけれども、大きいミスを減らすっていう部分では、この右手の使い方ですね、この右肘が、こういう方向に向いてくるのと、自分の方向に向いてくるのっていうのは、全然ですね、このインパクトの大きいのですね、このフェースがこうやって動くのか、こうやって動くのかの差で言うとですね、完全に後者の方がいいっていうのが、もう、わかりますよね。ですので、ぜひですね、まず、イメージだけでもいいので、この大叩きホールをなくすために、この右肘の向きっていうのをしっかりと意識をして、やるようにしてみてください。ちょっと僕も打ってみますね。このようにですね、インパクトから、まず70代のプレイヤーっていうのは、インパクトの時に、右肘が自分の方に来ながら、フェースの向きがスクエアに立っていると。こういう状態ですよね。はい。こういう状態です。一方ですね、これが、右肘が外を向いてしまっているんですね。そうした場合はこういう打ち方になるんですけれども、これはですね、これちょっと別の話にはなってしまうんですが、こうやって右肘が回るっていうことはですね、こうやって体がですね、回転しない方がですね、まっすぐ行くわけですよね。で、逆に言うと、これ今の右肘の使い方で体の動きを入れてしまうと、今みたいに引っかかってしまうわけですよ。ですから、これ体回転できませんっていう方も、おそらくですが、右の肘っていうのが、こういう動きをしてるわけですね。どちらかというと、体を閉じて打った方が、まだなんとか、打てるっていうことになると思います。そうするとですね、軌道上は少しインサイド、胸の向きを閉じて、こうやって打てばですね、なんとかインサイドから入ってくるようになると思うんですけれども、今みたいにですね、基本こうやってフリップ動作が入りますから、そうなると、やっぱり今みたいにダフル、トップするっていうミスになるわけです。こうなると、こういう風になりますから、今うまく打ちましたけど、基本的には当たりにくいと。まあ一方ですね、こうやって右肘がこう自分の方に入ってくるってことは、まあ背屈してもですね、この状態で打ってもですね、もう右に行きますが、これが体が回転をしてくるから、初めてまっすぐ飛ばせるわけですね。そうすると、ハンドファーストも強くなって、なおかつフェースの向きもですね、過度な開閉っていうのがなくなってくるので、大きいミスっていうのがなくなるわけなんですよね。先ほど説明した通り、90代の方が大叩きをしてしまう。何ホールかでですね、悔しい思いしてると思います。あの時ですね、OB がなければ、あの時にオーダー振りがなければとかですね、あの時にシャンクがなければとかってね、あると思うんですけれども、それっていうのは気の緩みではなくてスイングから来てるというふうに思っていいと思います。右肘の動きがやっぱりこういう動きをしてしまうと、すべてのミスが出てしまうんですよね。先ほど言ったようにハンドファーストで打てないので、ダフリーやトップも出るし、ペースの向きもすごく開いて閉じてのこの動きが強くなるので、まあ当然ちょっと手前で当てれば右に飛びますし、ちょっと帰ったところで当たれば左に引っ掛けるということになります。で、なおかつこうなるとクラブヘッド軌道もですね、かなりスティープダウンって結構前からクラブが降りてくるようになるので、シャンクが出たりすると、全部のミスが出てしまうんですよね。スイングを作っていく上でめちゃくちゃ大事なところになると思いますので、インパクトの時の右肘の向きをですね、ここの右肘の向き、こうなのかこうなのか、自分の中でですね、まずはスイング見直していただいて、あ、自分は私はどうなってんのかなっていうのを確認していただいて、できてないとすればですね、確実にやってください。冒頭にやったようにですね、いや、これをやるとスライスが出るからちょっとこれはできませんとか言ってる場合じゃないです。ここはですね、もう絶対直してください。これ動画だから言うんですけどね。まあ実際のレッスンとかだとですね、やっぱその方のゴルフのリテラシーってやっぱちょっと違うじゃないですか。まだ始めたばかりの方にこんなこと言ってもちょっとわかんなかったりするので、すごくこう、違う言い方をしたりするんですけれども、これ、マイケルゴルフ TV、これ一生懸命ゴルフをね、上手くなろうっていう方がこの動画見てくださってると思いますので、熱い欲がある方だと、が見ていただいてると思いますので、ぜひですね、そこをチェックして、諦めずにですね、
やっていただければと思います。これはもう間違いないんで、まあいろいろね、プロゴルファーのスイング動画を見ていただいてもいいですし、まあ大体のプレイヤーがこういう風になっていると思う。大体というか、もう絶対全員そうなっていると思いますので、ご確認いただいて、自分もですね、まずはこうやってですね、肘の向きを変えないようにして、この右手の背屈が入れられるようにですね、まあこういうシャドースイングをするっていうところから入ってもいいんですし、実際ボールを打つときにですね、無理くりやるっていうよりは、まずこの動き自体が自分の中でないわけですから、シャドースイングをいっぱいやって、体の中に落とし込んでいただいているのを、まず最初にやっていただいてもいいかもしれませんね。まあそんなわけですね、70代のプレイヤーと90代で回ってるプレイヤーのスイングの違いという話をしてまいりました。参考になったなっていう方はですね、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それからですね、私はですね、毎朝配信、毎朝とか基本毎日更新のですね、聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオということでですね、ラジオのね、インターネットのラジオもやっておりますので、ぜひ概要欄をチェックしていただいて、ラジオの方もね、フォローもしていただけると嬉しいです。そんなわけで今日もこれで終わりにしたいと思います。それでは皆さん練習頑張ってください。マイケルゴルフ TV を運営しておりますゴルフコーチの長谷川哲也です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。現在ですね、私たちと一緒に働いてくれる方を募集しております。私たちの理念というのは、ゴルフの楽しさと感動をですね、できるだけたくさんの方に伝えるという活動をしております。まあその中で必要になってくるのは、この障害スポーツであるゴルフというのを長くですね、楽しく健康にですね、続けてもらうためのスイング作り、それから体作りっていうのをメインにですね、皆さんにこのサービスを提供しているというような企業になります。ぜひですね、この動画とかこの理念に賛同していただけるゴルフインストラクターの方、それからトレーナー、それからセラピストの方いらっしゃいましたらですね、ぜひ一緒に仕事がしたいなと思ってこの動画を作っています。ご興味のある方は下の概要欄に応募のフォーム URL を貼っておきますので、そちらからご応募いただければと思います。ぜひこのゴルフ界を盛り上げるために力を貸してください。よろしくお願いいたします。